ーチャンネルのパー、あずきと。どうぞ。始まってますよ。パーパーチャンネルのパー、あずきと。パーパーチャンネルの文系です。よろしくお願いします。久しぶりのね、この絵ということで。何をするかと言いますと、みんなもうわかるかな？何の時期が来たかというと、じゃじゃーん！リンゴの季節がやってまいりました！イエーイ！私、焼きリンゴのレジェンド、あずきがですね、焼きリンゴ動画1周年ということで、もう一回焼きリンゴを作りたいんですよ。で、あの時は、ぶんちゃんがね、焼きリンゴ好きじゃないから、一人でやれって心細くね、一人でやって、失敗して、まあ10万再生とかいけばいいかなと思ってたんですけど、なんとね、今見ますって170万再生いってるんですよ。どうですか？すごい。すごいよね、さすがに。出演拒否の原点ですから、してよかったなっていう人は高評価を。ぶんちゃんも押そう。でもまあ今回はだから、あの記念動画だから出てもいいんですけど。奥でリンゴが崩れたけど大丈夫。長野県でもね、どこでもいいんで、あのリンゴのなんかあの大使とかになれたらいいなって思います。2人でパオパオチャンネルだから、で1回出演拒否してるからさ、今回は焼きリンゴは2人エディションでやろう。それはあの最終回まで撮っとこう。ちょっと待って、パオパオチャンネル最終回焼きリンゴ2人で作るの？ほら、こんな可愛いグッズも用意しました。全然カメラには映りません。で、ちゃんとバターとラップと耐熱皿です。ぶんちゃん、ちょっとスプーン取ってきてくれるかな。スプーン、スプーン、うん、もう何取ってきてくれるかな。取ってきたついでに一緒にやろうよっていう作戦。言っちゃった。言っちゃってるけど、画面のギリギリのところ教えて。そこまで行くわ。国境やから、それ国境やから。ここここ、あ、いい、来た来た来た、ここね。でだ、じゃあこれを袋を開けたいと思いますけど、ぶんちゃん、ハサミ持ってくれよ。ぶんちゃんはね、あれなんです、もう出るタイミング失っちゃってんの、恥ずかしくて。いいの、来なくていいの？いいのね、いいのね。いいよ。恥ずかしがり屋なの、今春季が来ました、ぶんちゃんに。スプーンでくり抜けるんです。すごいね、ほら。ニュート重力があるぞ。スプーンが埋まっちゃったよ。ちょっと危ない危ない。遊びすぎて抜けなくなっちゃう。重力かけすぎた。じゃあこれ抜いて。危ない、動画終わっちゃう。マジ？違う、マジじゃなくて D ね。何度も寄せないで。ちょっとちょっと、あ、おいしい。前回数学だったじゃない、レシピに書いてあったリンゴってもうちょっと大きかったんだと思うんだよね。だからリンゴのサイズに、あのリンゴのサイズによってバターの量も変わってくると思うの。だから今回はもう記憶を頼りに目分量でいきたいと思います。じゃないとまたビチャビチャの焼きリンゴになっちゃうから、ビチャビチャの。前回は 20g とか入れたんだけど、ちょっと少なめにしようかな。目分量でいけって言ってるんですよ、ニュートンが。違うか。どうですか？違います。いや、ツッコミ役が必要だな。1年前の動画に比べて、うん、ボケてんの、あんたは。あなたがボケすぎてる、うん、1年前より。じゃあ、もしこの動画があんま伸びなかったら、昔のあずきが良かったってことか。そういうことで、無垢なあずきが良かったなって人は高評価を。うわ、危ない危ねえ、危ねえ、最後まで言わせるとこだった。むんちゃん、砂糖入れますよ。じゃあ、甘さは、あの、あれだから、あの、やっぱあの甘さは砂糖が、甘さは砂糖が決め手だから、これ 15g だか 30g だか入れるんって言ってたんですけど、これも目分量でいきます。混ざってんのって。ちょっと一回さ、あのやめてさ、あのこっちで一緒にやって、それも一緒にやんない。あ、それいいじゃん、うちにも欲しいの。これいいやろ。これそれちょっと見せてよ。あ、これいいじゃん。これあのリンゴが入れられるから、これ、あ、これ使わせてもらおうかな今。これでちょうどいい。ほら、あ、ほら、もういい感じよ。浜田さんに1個あげないと。ほら、一緒にやりましょう。これほら、シナモニカル入れるよ。最終段階ですよ、命吹き込みます、シナモンにおいて。シナモニカルってそこで生まれたっけ？そうです、ジャスト。ジャストは何やんけ。ジャストなんやんかい。ジャスト覚えてるよって人は高評価お願いします。開かない、開けよう。危ない、あまあ多めにかけとこっか、シナモン決めて
なんでね、これからラップをしてチンするだけで、前回はデロデロでね、もう全然美味しくなかったんです。正直今だから言えること、あれ美味しくなかったです。今だから言えんのよ、シャキシャキ感が。どこシャキ感がいいの、焼き芋って。シャキシャキ感、シャキシャキっていう、おう多分4分でいいと思う。思い切りが大事。よし、チンしていきましょう。ばんちゃん、あの4分さ、暇だからさ、あれしよう、なんかしようか。サムネでも撮っといたら、ね、このうちに。もう1年経ったんやからさ、わかるでしょ。任せて任せて。どうかな、ちょっと見てなかった。おい、ちょっとそこまで言うなら見てないと。もうちょっと見た方がいいんじゃない。もうちょっと、もうちょっと、そう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 、ああそう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 、まだもうちょっといけるんじゃない。そればっかり塗ってるよ。いろいろポージング撮っていこう。はい、いきます。はい、チーズ。いいね、いいな。ちょっとは面白入ってきて。あ、できたできた。これ A 持たせて、誰もいなくなっちゃうから。暴動に任せたら。ダメだよ、暴動は私がいないと喋れないから。なんでダメでした。硬かったです。むんちゃん、もしかして鎌田さんのリンゴ食べた。たまに使ったやつか。危ね。あんたたち焼きリンゴできたわよ。あれです、焼きリンゴはやっぱつゆだくになる運命みたいですね。見てください、このおつゆがたくさんなみなみ。でも崩れてないんですよ。見て、前回と違ってね、型崩れしてないの。見て見て見て、ほらほら綺麗でしょ。もうちょっと近くで見たら、ほら見て、みんな喜んで、ほら喜んで喜んで喜んでって喜んで、おう、めっちゃ焼きリンゴでしょ。これはさ、美味しいんでないか。食べてみましょう。見て、上手、ピンときて。いただいてみましょう。多分レンチンする時間はパーフェクトなんですけど、いかんせん私バターが苦手で、バターの味がすごいと言いますか。ごちそうさまでした。あ、もうじゃあ食べなかったらあれだからね、今度はぶんちゃんが作るからね、リベンジしないと。相方ができなかった。いや2人でやっぱ1個だから。2人で1個。2人で1グループだから、だからぶんちゃんがやろう。 D ってなぜか入った。なんか D 多分出番少なすぎて出てきちゃった。もうおい、みんなありがとう、ありがとうございました。今回はね、まあ8割型完成ということで、参考にしてくれたら嬉しいんですけど、やっぱね、私も出演拒否したいんですよ。楽しそうでならなくて憧れてるんですけど、今の夢は出演拒否、焼きリンゴを作るのが夢だったんですけど、今の夢は出演拒否なので、それがいいなと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あ、今高評価をしてくれたら、ほらこんだけの人がぶんちゃんにリンゴ作ってほしい、焼きリンゴ作ってほしいよってなるのでね、ぜひお願いします。あ、おいしいおいしい。これ食べてたから食べよう。片付けるわ。こすって言いながら食べてたからさ。臭いもん絶対。いや、さっきいい匂いって言ったやん。絶対臭いもん、分かってんねん、臭いもん。あ、くっさー。こすってもらえなくなっちゃうってば。ダメだよー。くっさー。ニュートンのせい。全部ニュートンのせい。